じゃあ変わった、今日は変わりましたね。いやいや、なんかいい笑顔が出ましたね。いや、そんなことはない。そんなことはないけど、たまに変えとかないとさ、飽きられちゃう。そうやっぱ5番って大事なんですね。いや、それは大事だよね、うん、それは大事だよ。クリーンアップっていうのはすごく大事だよね。そうですよね。まあ、3番に重きを置くチームもいれば、うん、まあ、4番に完全に重きを置く、うん、まあ、5番という、はい、まあ、いろいろこのクリーンアップっていうのは大事だよね。豊田さん、はい、的中しそうです。おめでとうございます。何？巨人の5番、どうやら坂本選手でいくようです。まあそうだろうな。当初実は阿部監督は5番は何でもできる選手、例えば吉川選手のような選手を置きたい、で坂本選手3番というふうに、まあ、キャンプの途中かキャンプ前までは話していたんですが、いや、それはね、はい、下位に打てるバッター、うん、まあ、例えば下位って言っても変だけども、はい、あの大城とかバッティングいいしね、うん、だからそういう人が5番以降にいるんであれば、はい、そのヒットで帰ってきてほしいというかさ、うんうんうん、だから吉川を5番に入れて、はい、下位打線での長打で一気に一塁からホームインするとか、うん、だから今までその巨人っていうのはどちらかというとこう塁上で渋滞を起こしてた、はい、まあ、スピードという面ではね、各チームからちょっと遅れた、そういうことがあったんだけども、それを改善するために5番を吉川とか、うん、まあ、いろんな構想があったけども、最重要点に置いたのはやっぱ岡本に勝負を挑んでもらう、はい、岡本一人で勝負はできない、うん、まあ、例えばこう避けられるとか、うん、そういうことやったら5番に負担がかかる、はい、だからそこに精神的に耐えられるのはやっぱ坂本勇人だよね。まさに同じことを阿部監督がなさって。ああ、そう。そうなんです。4番のカズマの後って大事だなと思っているというところで、やっぱり現時点では不動の4番に簡単に勝負を避けさせない5番を最重要とするということで、うん、やっぱり5番に坂本選手っていうのを置きたいと、まあ、そういうことらしいですね。だからあんまり長打っていうのは阿部監督の中で考えてなかったと思うんだよね、はい、うん、勝負どころっていうふうに考えてたと思うんだけども、はい、でもそこら辺で一番勝負強いのは誰かって考えると、はい、やっぱ坂本勇人しかいないんだよね。やっぱそうなんですね。彼のやっぱ勝負強さっていうのは抜けてる感じがするんだよね、うんうん、坂本勇人ですんなりでいいんじゃないかなって思うよね。しかも阿部監督はもう岡本和真選手、坂本選手、そして小童話には送りバントのサインを出さない方針っていうのも決めているそうなんですけれども、うん、やっぱりそうなってくると3番にバントさせるはあるけれどもっていうことですね。まあ、そうだね。だから岡本をさらに生かすには最強の5番というかさ、うん、はい、最強の5番ってもう坂本しかいないよね。隼人しか。確かに。でも今までのイメージはやっぱり3番、はい、坂本選手っていうイメージがすごく大きかったんですけれども、まあ、例えばさ、はい、昨年までだったら中田翔がいたりだとか、あ、ね、そこそこ勝負強い、うん、まあ、中田翔なんか勝負強いしね、はい、でもそういう人間がいない、うん、でもある程度出たらある程度の足は使いって言って、はい、まあ、そうなってくると適任なのは坂本勇人しかいない。あ、やっぱりそうなんですね、うん、まあ、サードにコンバートしてね、はい、で体も少し楽だろうし、まあ、そこら辺ではその足の状態っていうのも長く保てると思うしね、はい、うん、大城の長打で一挙帰ってくるとか、はい、坂本だったらそういう足も持ち合わせてるからさ、はい、坂本しかいないと思うよ、最初から。そうですね、うん、もう言ってた、おっしゃってた通りになりますね。まあ、でもいろいろ試すとかね、うん、まあ、そういうことはいいことで、はい、誰かそういうチャンスをものにしないかなとか、うん、まあ、いろいろあったんだろうけども、いろいろ使ったけどやっぱりしっくりくるのはやっぱ坂本勇人というね。なんか構想が より具体的に阿部監督の中で戦いを構想ができてきたっていうことにもなるんですか。まあ、それは開幕に向けてね、うん、まあ、ある程度の構想っていうのは決まってきてるよね、うん、だからその坂本勇人の後ろに小童話っていうのを置くのかなっていうの感じはするけどもね。そうですよね、うん、あと3番打者なんですけれども、阿部監督このままいったら門脇にすると思うけどねということで、当初は1番の筆頭候補に挙げていたんですけれども、うん、それを例えば初回に 1,2 番がコンコンと連打して3番にフリーで打たせるんだったら、小技ができる選手にバントさせて4番5番で勝負、カズマ、ハヤトで勝負というふうにイメージということで、何でもできる万能型の門脇選手を3番の有力候補に位置づけたと。今年打ってる感じでは苦しいかなっていう感じはするけどね。
その苦しみ、まあ、つなぎの3番っていうふうに鼻から考えるんだったら、うん、ワンアウトからでも、うん、岡本和真に任してもいいわけよな、はい、送りバントで、うん、だそこまで考えるんだったら別に構わないけど、うん、あんまりバッティングという面ではどうなんだろうっていうふうには思う。だとすると豊さん的には門脇選手は何番が、やっぱり1番かなっていう感じがするよね。1、2番、1、2番、うん、小戸場が良ければ3番に持ってって大城を坂本の後ろっていう6番に、うん、ただ小戸場がまあそんなに結果がいい結果がねまだ出てないだけにな、はい、だからここら辺はもう決めかねてるとは思うけどね。あってなるとじゃあ門脇選手はやっぱ 1,2 番がいいってなると3番は豊さん的には誰がいいんですか。いやそれは小戸場がいいあでも今の打率だとだと、まあ、もう下げるしかないけども、ねまあ、使っていくということを決めるんだったらね、うん、だから丸かなっていうような感じがするよね。吉川選手ではなさそうですか。やっぱ3番手吉川、そしたら1番がいなくなるよな。うん、佐々木選手、オコエ選手とかどうですか。どうなんだろうな、うん、まあ佐々木っていうのはね今後のことを考えてっていうこともあるし、オコエもまあ一生懸命やってるし、まあ、バッティングっていうのは非常によくはなりつつあるけども、うん、でもよくはなりつつあってもじゃあすぐ結果に現れるかっていうとさ、まあそうでもなさそうだしな。だから1、2番はやっぱりねまだ決めかねてるというか、いや1番、まあ2番をね、うん、左バッターの監督だけに、うん、こう引っ張れなかったら困るんだよね左が、はい、こう押っつけるっていうのはさ、まあ右バッターだったらこうなんとなくできそうな感じがするんだけども、無理やりこう左が引っ張りに行くとっていう、だから そこういうことも考えるとやっぱり右が2番になっちゃうんだよね。あでも本来だったらお声を1番にすると、はい、あ、岡井選手1番で吉川を2番にすると、でも吉川が引っ張れるかどうかっていう、あだからもうそこまで考えると、はい、もう打順っていうのはなかなかね組みにくくなるんだよね。そうですね、うん、じゃあもう引っ張れないんだったらもうエンドラン出しちゃうとかね、でも岡井だったら右方向に追っつけるだろうみたいな、いろいろ考えるとさ、まあ、打順っていうのはちょっと組みにくいよね今の打順で、人ではそうか、うん、豊さん的に考え現状でいいです、現段階でのオーダーって1番から並べるとどうなります。そうだな、まあ、1番、まあ、吉川かなやっぱり、吉川選手か、1番吉川選手、うん、はい、2番、うん、まあ、これ豊さんが外野手誰を使ってくるかにも、ね、いやその開幕オーダーであれば青柳って決まってるわけでしょ、はい、まあ、そうなってくると左を並べたいよね。そうか、これじゃあ阪神に限ったってことになりますか、ね、まあまあその打順もいろいろね、うん、そうですね、まあ、予告先発だから、うん、誰を使うかっていうのは、うん、その日によって多分変えると思うけどな。これじゃあ青柳投手だった場合は2番佐々木でいいんじゃない。うん、はい、2番佐々木選手、うん、3番は、まあ、そうなってくると門脇になってくるのかなそうですね、で4番岡本選手、5番坂本選手、今の打率で大道は豊さん使いますか。いや6番だと大城だな、うんうん、7番に小戸を使うな。でもやっぱりそこは小戸は使いたい。いややっぱり使っていかないとさ、いつ結果が出るかっていうのは分からないじゃない。確かに、まあ、大城小戸は、うん、もう一つはどこだ、外野枠ですね。じゃあ門脇を8番にして、はい、丸だな、丸選手を3番、うん、うん、ショートってめちゃくちゃ疲れるから。いや本当に、はい、1年間門脇を持たすんだったら、うん、3番に使ってたら俺は持たないような気がする。まあ、2年目っていうところで、うん、まだ負担が大きすぎる。だって全試合出たことないでしょまだ、はい、うん、そうなってくるとやっぱ精神的な負担とか体力的な面とか、うん、それを考えると俺は下位に置いといた方が無難だと思うよ。確固たるそのバッティングという技術がまだ備わってないと思うんだ。こうやったら打てるとか、うん、こうやったら打てない、いや打てない時にこういう調整をしたら調子は戻るっていう、うん、自分のまだ教科書みたいなのが出来上がってないと思うんだよ、はい、でその中でやっぱ負担のかかるショートを守るっていうのはさ相当な疲労を伴うと思うよ、うん、まあ、そうなってくるとやっぱバッティングっていうのはちょっと8番からスタートしてやった方がいいのかなっていうの感じがするよね、うん、
これはじゃあシーズン中にもちろん3番に上げてもいいけれども、もちろん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 、やっぱり丸のね、じゃあ3番に対しての精神的なスタミナとかいろんなことを考えると、そりゃ丸の方が絶対続くよ確かにそうではありますよね。でじゃあ丸と門脇のバッティングはじゃあどっちがまだいいんだって言ったら、それは絶対丸の方がいいよ、うん、まあそうですね、経験値もそうだし、バッティングに関しても、まあ、例えば門脇2番に入れて、うん、佐々木選手を 8番でもいいよね。なるほど、それでもありと。もうそれでもありだよ、ね、うんうん、これでいくとじゃあ外野手は小堂選手、小堂丸佐々木、ね、丸佐々木選手が、はい、まあ、開幕ってなると、はい、オコエ選手だったり、あと松原選手もう今年頑張ってますけれども、松原2番で、松原1番、吉川2番でいいおじゃあ佐々木選手はちょっとまだこうオープン戦ね、佳境に入ってからどういう結果になるかわからないけども、はい、うん、吉川2番だな。これ松原選手と吉川選手を変えたのは何か意味がやっぱりあるんですか。松原は自由にさせてやった方がいい。あ、フリーの方がいいんですか。うん、いろいろ2番ってその打順の性質から言うとやっぱ物を考えると思うんだよね、うん、はい、あんまり考えさせない方がいいと思う。そうか、松原選手もう自由にもうとにかく出ることだけ考えてくれっていう方が彼には向いてると思う、うん、なるほど。で吉川ってある程度経験があるし、はい、野球のも悪くないし、うん、だからそういう面では松原を生かすような、うん、まあ、バッティングしてくれるかなっていう、うん、だから青柳に対してはもう開幕オーダーみたいなもんだけどなんかそういう風に考えた方がいいのかなっていう。松原いいね。あ、いいですね、一番で外野の守備も安心だしな。そうですよね、門脇を評価してないわけじゃなくて、はい、ショートをやった経験上さ、うん、相当な負担がかかる、うん、だから俺坂本がすごいすごいって言い続けるのはさ、あのポジションで一つのポジションだけで2000本打ち、はい、あれだけの成績を残してるからすごいんだよ。そうですよね、化け物だと思うよ俺は。いやだから精神的にも肉体的にも強いってことですよね。だからそういうふうに育てたいんだったらまずは門脇をあんまり負担のない、まあ、8番ぐらい、はい、まあ、8番でも責任はあるんだけども、うん、なんかそういうとこからスタートした方が無難ではないかなって、うん、まあ、確かに首脳陣から見て3番の資質とか実力はもう備わってるよっていうんだったら話は別だけど、俺が見る限りではまだもう少し様子を見た方がいいっていうふうに思うんだよ、うんうんうん、まあ、そういう意味では 1,2 番は松原吉川、はい、まあ、開幕戦には限りだけど、ね、はい、まあ、そういうふうになるかな。お、まあ、最初のお前問題点は5番の問題じゃなかったのそうなんですよ。でも5番でも5番はもう5はもう決まりだから、もう4、5は鉄板ですよね。鉄板だと思う。ここは、はい、で、ゆでかさんにはもう開幕直前に12チームの、はい、開幕スタメンオーダーを、ね、はい、動画で撮るんですけども、 その時に今言ったもしかするとオーダーがちょこっと変わってくる可能性もまだありますからね。怪我とかもしかするとね。それはね、小戸が、うん、バンバーンと打ち出したら、はい、それは坂本の後ろっていうことにもなるだろうし、はい、打たなかったらやっぱこのまま大城がっていうね、うん、まあ、大城のバッティングもいいからね、もう安定してますよね。安定してるから、うんうん、そういうことになるんじゃないかなっていうの気はするけど、ね、そうですね、はい、まあ、若干の変動ありつつも4番と5番はもうね変わらないだろうというところで。そうだね、まあ、キャッチャーが8番打つでしょ大体、はい、各チーム下位打線とかいるじゃん、はい、守りが相当しんどいからでその次にしんどいのがショートだから。そうか、まあ、下手だったからそう感じたのかもなんだけどそんなことないですけど、まあ、だけどやっぱそのぐらいね、うん、長く持たせる1シーズンを考えた時には、まあ、そういう配慮が必要かなっていうのは思うけどね、門脇に対してはね、うん、まだね、まだ今の現時点で、現時点ではね、はい、なんでぜひ皆さんが考える巨人のオーダーもコメント欄に、まあ、聞いてみたいね、はい、教えていただければと思います、はい。